するみくちゃんに刺激を受けていたっていうのはすごくあるんですけど、 11.27 川口スキップシティ大会に参戦のオファーをしてきました。賛否はもちろんあると思います。じゃあアイスリボンってこのままでいいんですか？私はもっともっといろんな方面にアイスリボンを知ってもらいたい。アイスリボン見に来なくなったお客さん、まだ見たことのないお客さんに届けるためにどうしたらいいか自分なりに考えて刺激を受けているところに乗り込んでいきました。朝日がアイスリボンをもっともっと面白くして引っ張っていきたい、そんな気持ちによる行動でした。どうなるかわからないからこそ今後のアイスリボンの体制だったり参戦だったり期待していてほしいなと思ってます。